データカード出す最強過密モード好評稼働中。今日は運動会で行う二人三脚の練習をします。隣にいる子がペアだから各自仲良く頑張ってね。お前か、君か。やるからには一番を目指す。当たり前だ、行くぞ。何やってんだよ。それはこっちのセリフだ。お前運動神経抜群なんだから俺に合わせられるだろ。はあ、君に合わせても一番になれないだろう。ダメだありゃ。なんだとはなんだ。よーやれんソーラン、どこいしょどこいしょ、ソーランソーラン、はーどこいしょ。わさびを踊って騒いでサンサンサンシャイン、ゴー。サイダシミキルキでモデナルキでバリア、ドドンとでかくなる夢はボニータ、アブラカタブラアヤリャのカルマ、ダルマダルシマ、変わる回る時代、億万の言葉よりもちょいちょいちょい超パーセントの手増し、ダン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 、はい、ダン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 、はい。打ち上げ花火に恋してポンポコピー、お主もあたいも歌い出す。そうイライラするな。なんで俺が海星と。そういえばダイ、僕この前ひよこを拾ってさ。あっそう。機嫌悪。あれ今確かに何か目の錯覚かな。お前たち、ナイトを見たか。大騎士。ナイトを見たか。ナイト。ナイトを見たかと聞いている。そんなやつ知らん。そうか。なんという威圧感。今までの邪力神とは桁違いだ。それに奴の言っていたナイトとは。龍将、何かこれからとてつもないことが起こる予感がする。どこへ行ってしまったんだ。必ず見つけ出すぞナイト。ピオちゃんご飯だよ。たくさん食べて早く元気になってねピオちゃん。ピオかわいいなピオちゃん。どうした海星、大きなため息をついて。運動会の二人三脚の件だ。ダイとペアなんて先が思いやられる。良い機会ではないか。ん？無限大、彼にあって海星にないもの、感情から湧き出る魂の瞬発力、それを学ぶ良い機会だと思うぞ。ダイから学ぶねえ。丹波さん、よーい。昨日丹波さんが正体不明の邪力神と遭遇したらしい。何か心当たりはないか。いや別に。
ていうか丹波さんって丹波凛？いつの間に仲良くなったんだ？この前の花火の一件以来な。へえ、さすが女の子と仲良くなるのが得意ですね。無限くん、騎士くん、お次あなたたちよ。準備はいい？はい、よーい。ふっ、うわちゃんと二人で息を合わせないと危ないわよ。はい。まったく君のせいで恥をかきっぱなしだ。それはお互い様だろ。何、君が悪いんだろ。いや、お前が悪い。まだ言うか。だいたい君はだな。お前たち、ナイトを見たか。チャリキシ、丹波さんの言っていたやつか。ナイトを見たかと聞いている。ナイト、誰だそいつ。そんなやつ知らねえよ。嘘ではあるまいな。嘘じゃねえよ。そうか。待て、リグル玩具。お前のような砂利騎士、騎士家の当主として野放しにしておくことはできん。神相撲で勝負だ。騎士家だと？ほう、貴様、あの騎士家の親方か。やっちゃってやっちゃって、ザンギエンちゃん。バルダーク、お邪魔虫の騎士家の親方、ギッタンギッタンにやっつけちゃって。うるさい。え、俺は誰の指図も受けない。ちょっとちょっと、何よその口の聞き方。消えろ。だー、もう分かった分かった、もうミーの部下は問題児ばかりで嫌になっちゃう。邪魔が入ったがいいだろう。騎士家の親方、貴様の神通力、この俺に見せてみろ。行くぞ神相撲。こそ神の音、俺のビートだ。神相撲ド。玩具の神、リグル玩具、聞かせよう俺たちのビート。刀の神、ザンギエ。邪悪なビートを聞いてみよう。やってみやって、神相撲はっけよーい、そこった。はあ、どうしたんだリグル玩具。動けないんだ。え、奴の間合いに入ったら、奴の間合いに入ったら確実にやられる。どうした、臆するなリグル玩具。良き神通力から返せ。我が体内のエネルギー上昇、ハイパーエネルギー。やった、直撃だ。いや、次はこちらの番かな。消そう。勝者、ザンギエン。
大したことなかったな。代々伝わる騎士家の神通力とやらも。おい、ザギエ！ん？親方の神通力をバカにすんじゃねえ！次は俺たちと勝負だ！行くぞ、ゴーテツ！おい！わざわざ負けるために土俵に上がるとは愚かなやつ。黙れ、油断するなよ、ゴーテツ。おい、最強神相撲だ。叩いて、乗って、ぶちかませ。データカード出す最強神相撲の好評稼働中。最強神相撲だ。ザンギエンとナイトか。ねえ、バッシャー何か知ってる？わしゃしばらく神相撲界から身を引いとったからの。ブロードロン、お主何か知らんか？あ、厄介な奴が現れたな。うわー、いたのかよ！ザンギエンは邪力神の中でも一二を争うトップクラスの実力の持ち主。ああ、手も足も出なかった。決め技、爆裂岩礁。決め技、閃光大輪山。なかなかの強敵が現れたの。シティ、そのザンギエが探しているナイトというやつについては何か知らぬのか？ナイト、詳しくは知らないが、ザンギエンと共に行動する相棒の名前が確かナイトなんとかという名だったような。あのザンギエンの相棒、そのナイトってやつも相当強いんだろうな。まずはザンギエンじゃな。あの騎士家の親方でさえ歯が立たぬとは。カイセイ、大丈夫かな？じゃあね、もうすぐ運動会なのに。カイセイ君お休みだったね。そういえばさ、この前言ってたひよこ、ピオちゃんって言うんだけど、とっても可愛いんだ。うちに見に来てよって聞いてるだい。悪い悪い、ちょっと今日行くとこあるから先行くね。じゃあ、ダイ、もう、メガネ買い替えに行こうかな。おい、ダイ、どこ行くんだ？そんなの決まってるだろ。二人ともよく来てくれた。昨日の敗北で海星は憔悴しきっている。何か言葉をかけてやってくれ。わかりやすく落ち込んでんな。おい、元気出せよ。一回負けたくらいで。俺の人生に負けはありえない。初めて負けたのか？うむ。なるほど。別に一度や二度負けたっていいじゃん。俺だって負けたし、一緒一緒、次頑張ろうぜ。君と一緒にするな。君と俺とでは負けの重みが違う。騎士家のため
神相撲のため、ひいては世界を守るためだっけ。大層でかいもん抱えてる割には小さなプライドだな。負けたことにうじうじこだわりやがって、そうやっていつまでも寝てろ。おい大、運動会はどうするんだよ。俺との二人三脚一番目指すんじゃなかったのかよ。あ、大待てよ。大、今日から毎日放課後俺に付き合え。海星、元気になったのはいいけど、いつにも増して上からな態度だな。で、何？放課後何すんの？決まっているだろう。ああ、二人三脚の練習ね。俺の人生に負けはありえない。またそれ。負けないための練習だ。相手と息を合わせることは相手を理解することにつながる。無限大、君のことを理解し、君の長所である魂の瞬発力を学ぶことができれば、海星は親方としてもっと成長できるだろう。これはそのための練習でもある。なんかよくわかんないけど、大、お前褒められてるっぽいぞ。はあ。さあ行け。よし、せーの、ドア。全然ダメじゃねえか。君のせいだろ。そもそも右足と左足どっちから出すのか決めよう。そんなの、そん時のノリだよ。は？神罰。うわあ！もたもたしていると神罰を下す。おい、もたもたって。神罰。うわあ！なんだよ神罰って。リグルバグってあんなキャラだったっけ？神罰。うわあ！神罰。うわあ！神罰。うわあ！神罰神罰。神罰神罰。神罰神罰。神罰。よっ。神罰。は。神罰。神罰神罰。神罰神罰。神罰。疲れた。だいぶいい感じじゃん。そうか。うむ。素晴らしい成長ぶりだ。俺のことなんか理解できた？ああ、深く考えてないってことがな。の、バカにしてんのか？褒めてるんだ。時には何も考えず動くことが大事だって。必死に君に合わせて走ってて気づいたよ。ありがとう。おう、そっか。俺はずっと理性を持って自分を制御することが強い親方になる道だと思ってた。でもそれはただ思いっきりやって失敗することを怖がっていただけかもしれない。だからたった一度負けたくらいであんなに落ち込んだんだ。恥ずかしいよ。実は俺も負けていじけてた時あったんだ。な、絶対優勝すると思ってた音楽の大会で凛に負けちゃってさ。負けるのって悔しいよな。ああ、俺はもっと強い親方になる。俺だって。あ、あれはザンギエ。追うぞリグルガング。俺たちも行こう。ああ、ナイトを見たか。ナイトを見たかと聞いている。ザンギエン。神相撲で勝負だ。またお前たちか。何度やっても結果は同じだ。それはどうかな。聞かせよう、俺たちのビート。邪悪なビートを聞いてみよう。負けるなよ、カイセイ、リグルガング。見合って見合って、お水も吐けよーい。戻った。はー、フラッシュビーム。
ほう、我が間合いに入ってくると負けを恐れぬのか。負けを恐れていては前に進めないからな。一度や二度負けようとも俺の道は続いていく。騎士家の親方としての道はどこまでも続いていくんだ。良き覚悟なり返せ。その志こそ大義。何？やった、解き放て俺の人体コエネルギー上昇、決め技。情熱魂あふれ出す絶対勝利、ジェットパンチ。危ういところだった。さすがは騎士家の親方と言っておこうか。負けをバネにここまで強くなるとはな。さて次はこちらから行くぞ。この気配は。違いない、今の気配はナイト。詳細は公式ホームページをチェック。